こんにちは。今回の漆のホットステーションは新規採用職員の藤井がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。こんにちは。健康づくり課からインフルエンザ予防接種費用の助成についてのお知らせです。10月1日からインフルエンザ予防接種が始まりました。市では高齢者と乳幼児、小中高校生に加えて今年度は妊産婦の方を対象にインフルエンザ予防接種の費用助成を行います。高齢者インフルエンザ予防接種の対象者は満65歳以上の市民で、予防接種を希望される方、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に障害を有するものとして、厚生労働省令で定める人、身体障害者手帳1級程度で予防接種を希望する方です。個人負担は1300円です。助成回数は1人につき1回です。接種場所は佐賀県予防接種広域課加入の医療機関です。持参するものは健康保険証です。乳幼児、小中高校生、妊産婦のインフルエンザ予防接種の対象者は18歳、高校3年生相当以下の市民で予防接種を希望される方、また妊娠中及び産後1年未満の方です。個人負担は接種料金から2000円を差し引いた金額を医療機関に支払ってください。助成回数は1人につき2回です。ただし13歳以上の場合は医師が特に必要と認める場合を除き、1回接種です。接種場所は嬉野市内のかかりつけ医療機関で、友好会嬉野温泉病院と福田病院は除きます。また、鹿嶋市の志田病院、村山小児科、かかりつけのみ、日枝産婦人科クリニック、かかりつけのみ、での接種が可能です。持参するものは健康保険証と母子健康手帳です。妊娠中の方も母子健康手帳をご持参ください。接種期間はいずれも令和5年1月31日火曜日までです。希望する医療機関に直接予約の上接種を受けてください。詳しくは嬉野市役所健康づくり課、電話0954669120までお問い合わせください。以上、健康づくり課よりお知らせしました。今日は、どもさんと一緒に焼き物の耳寄り情報をお届けしたいと思います。どもさん、よろしく。よろしく。早速だけど、どもさん、佐賀県は焼き物の産地って知ってる？いや、もちろん知ってるよ。じゃあ、嬉野の焼き物の名前ってわかる？肥前吉田焼きと志田焼きだね。正解。よく知ってるね。じゃあどもさん、肥前焼き物県っていう名前はわかる？いや、あまりわからないな。肥前焼き物県は佐賀長崎両県にまたがる焼き物の産地全体のことを言うんだけど、なんとね、肥前焼き物県は日本遺産に認定されてるんよ。それはすごかね。で、この肥前焼き物県に関係する7つの市町団体で構成された肥前養養県活性化推進協議会っていうのがあるんだけど、そこでね、なんとこの7パスを今度作ったんよ。へえ、じゃあそのパスポートどがんないようなとと？ぜひ説明すんね。まず7産地それぞれの特別なおもてなしを体験できるコンテンツを紹介しとったよ。嬉野ではチャオシュルのお茶の入れ方教室に使う器を自分で選んでお茶を楽しんでいただくという内容になっとったよ。
あとね、次に器とグルメという企画で七三茶の器を使ったメニューを紹介してもらったよ。嬉野市では3つの飲食店さんに企画に参加してもらってパスポートを提示するとスペシャルな特典を受けることができったよ。またパスポートを提示するだけで割引が受けられたりプレゼントばくんさとか内容は盛りだくさんばい。へえ、パスポートを持ってるだけでめっちゃお得だね。デートで彼女に喜んでもらえそうですね。でしょ。忘れたらいかんとが、パスポートの後ろにスタンプラリーの台紙がついとって3つ集めたら漏れなくプレゼントがもらえるし、さらに抽選で各産地の素敵な商品が当たるチャンスなんよ。さらに写真やインスタグラムに興味がある人はフォトコンテストの経費もあるけん、どんどん応募してほしかね。早速今度のデートで使ってみようかな。ちなみにこのパスポートはどこで購入することができると？嬉野では嬉野温泉観光協会とか、あとパスポートに載っている店舗とか、肥前吉田焼窯元会館とか、全部で10店舗で買えるけん、どもさんもよかったらぜひ買ってみて。じゃあこれで僕もモテモテになるね。そうね、ナナパスはみんなハッピーする企画やね。ね。以上、観光商工課からのお知らせでした。嬉野市役所広報広聴課からお知らせします。嬉野市では市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。10月の休日在宅当番医はご覧の通りです。10月の小児時間外診療はご覧の通りです。10月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。10月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。